して第2試合ディープジューズアマチュア SP ルールフライ級3分2ラウンドを行います。両選手入場。続きましては第2試合フライ級3分2ラウンドで行われていきます SP ルールの一戦です。赤コーナーが二村さくら、青コーナーに角田美優というこの両者の戦いです。全都会山梨角田美優、赤コーナートライフォース赤坂、二村さくら、レフェリー橋本隆。両者がコールされました。450キログラムオーバーのため限定1でスタートします。この試合角田先生が勝った場合のみ公式記録となります。アナウンスがありました通り、二村さくらの方が450グラム、計量がオーバー減点1ということで、角田美優の勝利のみ公式記録です。引き分けあるいは二村の勝利は、記録されないということになります。フライ級3分2ラウンド SP ルールの一戦です。ラウンド1第1ラウンドが始まりました。両者鋭いローキックから前蹴りを決めていくのは角田、青いグローブです。なかなかキックも打撃も強烈なというところでのぶつかり合いですね。インパクトがすごいあります、はい、距離の取り合いが今行われているので、ここからどっちが自分の間合いを作るかっていうのが鍵になってきます。はい、どっちも打撃が強いので距離を自分の距離を作れた方が有利になってくると思います、はい、両者パンチもそしてキックも鋭いところを見せていきます。左が当たるのは角田、飛び込んでいくのは二村、両者とも気迫がパンチに乗っている、そんな打撃ですね。そうですね、二村さんは今少し下に行く素振りを見せながらパンチを行ったので、はい、相手は下の防御をしてたので綺麗に入ったのかなと思います、はい、体勢を入れ替え足をかけようというのは角田、引っ掛けていくが踏ん張ったのは二村、ここからは組の攻防になるのでまた違った戦いになると思います、はい、膝を入れながら角田が押し込んでいきます。足をかけ替えようというのは二村、投げに行く、角田がこらえる、脇に刺している方の手を上げながらバックの方向に回っていくのが一番有効的ですね、はい、両者が膝をぶつけ合いながらという戦いになっています。投げに行くが潰していった、いい動きですね、はい、そのまま横から押さえていくのは角田、はい、ここでしっかりと1回ポジションをキープして次につなげてほしいです、はい、さあ両者立ち上がって仕切り直して飛び込んでいくのは二村、二村のローキックがこう前足に重く当たりますね。そうですね、蹴りがすごい強い印象があります、はい、蹴りからつなげていくともっといいと思います、はい、回転蹴り、すごい多彩な技が繰り広げられますね。ローキックを見せるのは角田、第1ラウンドが終了しました。これはこれでまた別の見応えのある1ラウンド目でしたが、いかがですか。はい、そうですね、今回の試合ですと打撃がすごい多く見られたので、はい、打撃の攻防ですごい白熱してて、1回目1回戦目とは違って、はい、また違った面白さがあって、そうですね、ドキドキが止まらないです、はい、また両者のこのスタイルというのもなかなかこう噛み合う、そうですね、戦いですね。お互いストライカーなのかなっていうような動きで、はい、すごいバチバチな試合が見れて楽しいです。そうですね、一回こう両者潰れる潰し合うような形になりましたけれども、角田上になりましたがすぐにこう離れてという戦いだったので、はい、お互いのこう本分は打撃にありというところなんでしょうかね、はい、そうですね、
すごい蹴りが痛そうです。そうですね、音もすごいですしね、はい、さあ第2ラウンド最終ラウンドが始まりました。ここも両者ローキック、おいいですね、はい、ハイキックも早く打てるので、そうですね、見えにくいかなと思います。距離に入れたらしっかりと決まると思います、うん、ローキックからは二村ボディも入れていく。じりじりプレッシャーをかける角田、回転蹴りは二村、前足のプレッシャーがいいですね、角田の方ですか、はい、はい、それがあると相手もなかなか飛び込みにくいというところですかね。そうですね、胴からコンビネーション角田が行く、あ、パンチが当たっています。タックルに行った二村、ここからここで潰れない方がその後に続けられるので、はい、しっかり対処したのは角田の動きが鋭い、はい、うまかったですね、はい、そこからマウントポジションしっかりとキープしながら、はい、どんどんポジションを進めていってほしいですね。二村の方も今いい変化でタックルに行きましたけどね、はい、入りはすごい抜群だったので、はい、そこからですね下になってしまったので、ここからの展開、はい、早めにした方がいいですね。さあその腕を取りながらというところで角田が攻めようとしていきます。腕十字に展開していきそうですね、はい、じっくりポジションを作っていこうとする、はい、腕をしっかり取って今腕十字逃れましたね、はい、二村も下で暴れて逃れていく、いい攻防です。うん、ボディにパンチを当てながら二村選手もしっかり下の動きができているので、はい、なかなか決まるところまではいかないような試合になっています。はい、しっかり寝技もできるので、ええ、立ち技も寝技もできるような選手なのかなと。そうですね、はい、いい動きです。懸命に二村が下で暴れて逃れようとしているところをボディにパンチを当てながら角田がポジションを作っていきます。ガブリのポジションに変化しました、はい、立ち上がろうという二村、立つなら今バックを取りに行く、そこからマウントになりましたね。角田もこう休まずに攻め続けていますね。そうですね、すごい攻め合いが、そこから十字狙っていってますね、はい、逆に二村も下から仕掛けようかという姿勢でしたが、はい、さあ時間がない、最後腕を取っていけるか、こらえる二村、二村がこらえる、腕を取りに行く、ここで試合終了のゴング、最後は角田も行きそうでしたね。そうですね、あれはもうあと数秒でどうなるかっていうようなところまで行ってましたね。この後判定が発表されていきます。判定の結果をお伝えします。判定、3対0をもちまして勝者青コーナー角田美優、判定3対0で角田美優が制しました。ここも見応えのある一戦でしたね。そうですね、1ラウンド目はすごい打撃の戦いだったので、ストライカーなのかと思いきや、はい、しっかり寝技の技術もあって、はい、見応えのある試合になってたと思います。総合的にこう強さを見せてくれた、そんなところでしょうかね。そうですね、お互いに引かずに攻め合った試合だったかなと思います、はい、お話しあった通り1ラウンド目は打撃もね十分にこう見せ場を作ってくれました、はい、角田美優が二村さくらを判定3対0で下しておりました。第2試合です。会場がどんどん熱気に包まれてきます。そうですね、